ドムロフトのレース場と飼育日誌鳩と一緒に遊びましょうおはようございます9月8日金曜日の朝です多少の雨なら車外しようと思ったんですけども雨が結構強いです6時40分ぐらいで雨雲の強いところが小金の上を通過しているようです 風の向きも北北東の方向から吹いていましていつも東の方からこう鳩の世話をしてるんですけども背中にまともに雨水が当たります背中がびしょびしょになってしまいますさらに急車の中は真っ暗ですね今日は雨降りで雨雲が厚いので7時半になりましてもまだ街灯がついた雨でした今日は1日このような雨降りの日になりそうで 時間台風の影響を私のうちも受けそうです風よりも雨ですね私のところは高台なもので雨による影響はまずないんですけども後帰りに行ったり来たりするのがちょっとこの雨、風の向きも悪くて大変です台風の直撃を受けると場所の方とかこの大雨の影響を長く受けるような場所の方 浸水の恐れのある方、これはちょっと注意した方がいいですね。結構強い雨が東京久しぶりに降ってます。最近鳩が遠征に行ってまして、えどこを飛んでるのかなんて話をしていたんですけども。昨日。コメントで鳩がどこを飛んでるんでしょうかね？だいぶ遠いところ行ってんですかね？って話をがありました。 そういえば昔使っていた GPS リングこれをもう一度引っ張り出して動くものだったらば鳩に取り付けてどの辺まで車外で飛び回っているのか確認をしたいななんて思って今日、えー、引っ張り出して充電を始めてます。このバッテリーがもんなんですよね うん割と露出してる関係で雨にも濡れやすいしですごい小型なものでちょっといじくると壊れちゃいそうなんですよね。このバッテリーが元気だったらば GPS 再度チェックしたいなと思います。アマゾンでもこの GPS 販売してるんですよね。5個セットで7万7,921円。 5個セットプラス電池5個プラスで8万7,235円ということでいやー結構高いですね <laughs> えー、電池だけっていうのも売ってないんで電池だけがあればね、えー、電池5個で1万円で売ってくれれば電池欲しいんですけどもどうも電池だけの販売はしていません残念です GPS リングの大きさはこんな感じですね。客観に対して倍ぐらいの大きさですね。高さも1.5倍ぐらいありますね。重さは客観が 1g 以下の重さですね。それに対してこの GPS リングは 5g。レースに使ってるチップリングこれが 1g ぐらいですから大きさも重さもある品物になります。 この GPS リングもう少し小型化軽量化電池の耐久性を向上していただければもう一度買って訓練とかレースとかいろいろなところに使ってハトの飛翔ルートもっと詳しい研究ができると思いますししたいなと思いいます。購入は次ののバージョンの発売を待ちたいと思います。 ビデオブログ制作中、GPS リングの充電を行ってます。うまく充電できてんのかできてないのかよく分かりませんけども、えー、緑色と橙色のランプが点滅しています。半日ぐらいこのままほっぽっとおいて、緑色のランプが点灯になってくれればいいなあなんて思ってます。先ほどお映しました電池はもう腐食してますね。 えー、この電池はもうダメなやつです残りの2個1つ NG と書いてありますけども NG と書いてない方の電池だけでも生き残ってくれればなと思ってます本日もこのブログにお越しできありがとうございましたまた次回もお越しいただきたくよろしくお願いします失礼します